皆様こんにちは。タロット歴25年目に入りました、モセ姫と申します。本日もどうぞよろしくお願いいたします。はい、今政治で浄化をしております。はい、2021年に入って数日経ちましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。私はお正月に黒豆と白味噌のお雑煮、そして魚、何でしたっけ忘れました。数の子か、そう、それをね、まあ料理して、シンプルなんですけれども料理して、まあ毎日食べてたんですけれども、もう白味噌のお雑煮、里芋、人参、大根、お餅、そして白味噌、そしてお出汁は、まあ、いりこと昆布で取るんですけれども、もうものすごくものすごく美味しくて、お正月にしか食べないんですけれども、ちょっとね、これなんか今すごい恋しくて、また再び作ろうかなと思ってるぐらい、なんかね、こう幸せな、なんかお正月の食生活でした、ということでした。はい、今日はですね、2021年の仕事運、金運ということを見ていくんですけれども、まず金運を良くするためには、おすすめの食材があります。わかりやすく言うと、以前も話したことあるんですけれども、カニです。とにかくね、カニさんは金運をむちゃくちゃ上げてくれます。やっぱりまあ高価なものではあるんですけれども、本当にね、カニを食べる、体内に取り入れると、やっぱすごいエネルギーがあって即効性があるというのが私の感想です。で、まあ実際、例えば街を歩いてて、今日のカニ、例えばね、おすすめだよとか、そういう声が例えば聞こえたりすると、金運が上がってきていると思っていただいても大丈夫です。で、まあね、料理とかね、あると、あった時は、まあよかったらカニ料理っていうのを選んでいただくと、金運がどんどん上昇するよと思っていただいていいと思います。そして即効性もある。そしてあとですね、なかなかこれ売ってないんですけれども、こういう純金ですね、こういう純金を、こういう純金をいわゆる食べること、飲むことっていうのも、とてもね、金運アップします。まあ私は時々コーヒーに入れて飲んだりしております。まあこういう本当に純金、金を体の中に取り入れること、これも金運アップと思っていただいて大丈夫です。はい、じゃあ今日は3択で見ていきたいと思います。1番はゴールドの方、2番はピンクの方、3番はグリーンの方ということで、ゴールド、ピンク、グリーン、こちらの中からお選びくださいませ。まあ今日はホロスコープ展開法で見ていくんですけれども、まあ、私のホロスコープ展開法は1月から順に並べるのではなく、ちょっと独特なやり方なんですね。でもそれがかなり的中率高いので、はい、すごく、まあね、こういいカードが出るなと、いいカードが出るといいなと思ってます。じゃあこれから1年の金運、仕事運、そして月々の流れ、それを見ていきたいと思います。はい、本日もどうぞよろしくお願いいたします。はい、じゃあ1番のゴールドの皆様、お待たせしております。じゃあこれから1年の金運、仕事運を見ていきましょう。さあ、1番のゴールドの皆様、もっと失礼しました。さあ、カードがね、ちょっと裏返っちゃったけど、はい、もう少しシャッフルいたします。自分でもね、自分の動画を見てるときに、なんかね、このシャッフルがね、長いなと思うときあるんですけど、なんかね、止まるときとね、あ、もうちょっとっていうときがあるからですね、ごめんなさいねはい、OK です。じゃあ見ていきましょう。さあ、1年の象徴カード、おお、これはね、十字架が出ましたね。
十字架。例えば仕事辞める人とかね、転職する人とか、そういう人いるのかな。なるほど。はい、そして、はい、仕事運。これね、ズバリこれ、ズバリっていうか、熊のカードなんですよね。で、熊っていうと、権力があったり、仕事上の上司っていうことも考えられるし、なんかこう、ここね、10番目の部屋っていうんですけれども、この10番目の部屋はね、自分が指導力を取れる会社にいらっしゃるのかなっていう感じがします。いわゆるリーダー格、ね、とか、例えば社長とかね、そういう感じがします。そして、はい、これ、ここね、家っていうところを表すんですね。自分の家とか実家とか、ここに子供のカードが出てるので、家では非常に子煩悩な、パパさん、ママさんの方、多いのかな。はい、そして、はい、ゴールドの皆様を表すところ、クローバーのカードが出てます。なんかね、運がもともといいのかな。そういう感じがします。はい、そしてこれは、仕事のパートナーとか、自分から見たお客さんっていうのを表すんですけれども、キーというカードが出てます。案外お客さんとの相性とか、取引先の方との相性とか、とてもいいんじゃないでしょうか。キーか。なんかね、こう変なお客さんあんまりいないよって感じがします。さて、はい。隠された物事。ここはね、12番目の部屋なんですけれども、隠された物事に船というカードが出てます。なんかね、密かに転職活動とか、もしかすると、はたまた、ゴールドの皆様の移動とかね、そういうのが、こう、水面下で動いているのかもしれません。はい、そして、はい、ここはね、お金。2番目の部屋です。ここはズバリ自分が稼ぐお金を表すんですけれども、ここにコウノトリというカードが出てます。なるほど。子育てで案外ね、お金使っちゃうっていう人もいるのかな。でね、コウノトリって飛び立つとか、そういう意味もあるんですけれども、金運っていうことを見ると、これはね、決してマイナスではないと思います。ただ、入ってきた分は、案外こう出ていくことも多いかもねっていうことは出てるかな。そして、あら、素晴らしいカードが出ました。ここはね、3番目の部屋です。3番目の部屋っていうのは、小旅行とか、兄弟との関係、あとコミュニケーションっていうのを表すんですね。ここに太陽が出てるので、なんかね、もしかすると、あなたの交渉次第で、例えばお給料が上がったりとか、営業成績が上がったりとか、そういう可能性は考えられるかもしれません。で、時期で言うと7月ね、すごくいいみたいですね。はい、そしてここ。はい、ここはね、8番目の部屋。ここはね、不労所得を表します。自分が働かなくても入ってくるお金。これが例えば税金だったり、保険金だったり、なんかね、いろいろ給付金だったりっていうこと。で、ここに本というカードが出てるので、秘密にしたいこと。もしかすると、ご自分で仕事をされてる人は、上手に税金対策ができているのかもしれません。っていう感じかな。わかりました。ちょっと後ほど。そして、はい、ここはね、恋愛を表すカードとか、人とのコミュニケーションを表すカード、娯楽とかレジャーを示します。ここで庭というカードが出てるので、案外ね、ゴールドの皆様、人とのつながりが強いお仕事とか、されてるのかなと。なんかね、人がどんどん寄ってくるというか、なんか人気者のイメージがあります。はい、そしてここが、はい。ここはね、6番目の部屋。雇用とか健康っていうのを表すんですけれども、まず雇用状況は、少し不安定かもしれません。何かね、会社のほころび、そういうものが見えてるのかなと。そして、ゴールドの皆様の健康面も実は気になってます。定期検診、これはね、された方がいいんじゃないかなっていう感じです。なんかストレスとかも考えられるんだけれども、小さいこう体、ちょっと酷使されてるのかなと。会社自体と、
あといわゆる会社の横の人間関係、そこもね少しこれは不安定かもしれないです。そしてはい、これはゴールドの皆様のプライベートの人間関係のところです。11番目の部屋、ここにこれ見ていただいているのは男性でも女性でもそうなんですけれども、これはお相手のこと、異性を表します。なので異性の友達がすごく増えたり、まあ、お仕事上で会った人がプライベートでも仲良くなったり、そういう可能性あるのかもしれません。そしてはい、ここはね、まあ、海外とかなんか遠くっていうのを表すんですけれども、ここに蛇のカード、そして時期で言ったらこれ1月なんですよね。ライバルの存在とか、なんかこうねちょっとこう邪魔をされてしまったりとか、そういう感じがあるかもしれません。はい、そして1ヶ月ごとに行っていきたいと思います。確かにね1月先ほども言ったんですけれども、ちょっとね仕事面ではライバルの存在とか邪魔するような人がなんかいるのかな、出てくるのかなって感じがします。でもし1月例えば何らかの投資話とかあるのであれば、これはね気をつけてた方がいいと思います。裏があるよっていう感じがする。そして2月、何かね水面下で動きそうな気がするんですよね。なんかね会社自体が少し不安定感もあるかもしれないですね。なんかねこう見えないとこで例えばねリストラだったりとか、なんかこうそういうことが考えられるのかなっていう感じがします。そしてまあこれは勉強のカードでもあるので、まあ例えばゴールドの皆様がやりたいことがあるっていうことであれば、勉強をね始めるっていうのもすごくいいのかなって思うのが2月です。そして3月、はい、これキーのカードが出ているので、いろんな問題が解決できるって出てるんですね。そしてまあ、ご自分の願いが叶う、だからもしかすると例えば就活をしている人とかは案外、まあ、3月とか、まあ、5月とかこういい返事もらえるのかなっていう感じがします。で4月がねこれね、まあ、ちょっとねお金面で言うとお金を使いすぎるっていう暗示があります。貯蓄が減るとかお金が減っていくっていうことも考えられるし、あとね体調面っていうのも4月気をつけといてください。なんかねほころびが出るよって感じなんですよね。でまあ3と5、これはね本当人間関係良好な感じがするので、まあ仕事でも、あとは人気商売っていうんですかね、そういう人気商売なんかをされてる方は、人と人とのつながり、それがどんどん出ているので、そこはね非常にプラスと思います。そして6月、これ子供のカードです。なんかねやりたいこと、これは復職とかかな、こう自分の趣味が仕事になるみたいな、そういう感じは6月ぐらいからなんかこう動き出すというか、そういう感じ。あとは今まで経験したことがない未経験種への仕事とかね、そういうことも始まる可能性があるのかなって感じがします。そしてね7、8、9、10、11、12、はい、このね6ヶ月はこれねかなり基本、これはねいいです。特にね7月からねすごくね本当運気が切り替わるんじゃないかっていうぐらい、ものすごく大きな切り替えの時みたいなんですね。で1年を象徴するカードがクロスでしょ。でクロスっていうとやっぱり死と再生、だから何かね新しく始まるのかなと。でそれが7月、8月、10月、なんかねこの辺りにね新しい業種に飛び込んでみる、今までやりたかったことをやり出す、実際転職するとかね、そういう動きがあるカードなんですよね。だからね、なんかねそういう、 こう新しい変化、それが今年の後半ぐらいにありそうな気がします。で時期的にはいいと思いますよ。この後半であればなんかね特におすすめかなっていう感じがします。あとは仕事、
あと、そうですね。どっちかって言ったら仕事の流れは、なんかね、ゴールドの皆様がちょっとボスというか、こう、そういう感じがするんですよね。で、まあ、ボスじゃなくても、まあ、自分の裁量で仕事をやっていけるのかなっていう感じがあるし、なんかね、しっかり自分で稼げる人っていう風に出てます。だから、やっぱりこう、頑張った分だけ結果が入るっていう風な感じ、お金が入るっていう感じがするので、まあ、今年っていうのは例えばインセンティブだったりとか、まあ、賞与になりますかね。やっぱりこう、返ってくるものっていうのは。だからね、そういう部分で、こう、大きな見返りがある可能性があるのかなというふうに感じました。で、この1年の金運は、ね、使っちゃう時期はあるんだけど、基本ね、これはね、いわゆる黒字。黒字の流れになっていくかと思います。あとはね、まあ、ここの税金対策とかも上手にされてるから指摘されることはないとは思います。こう、まあまあ大丈夫でしょう。そしてこう、秘密のお金 秘密のお金ってなんだって感じなんだけど、なんでしょうね。なんかね、そういう、まあ、復職とかしてる人はそういうお金だったりかな。なんかね、そういうお金、いわゆる自分が働かなくても入ってくるよっていうお金も、まあこれはね、あるような気がします。どっちかって言ったらゴールドの、いわゆる人の、ゴールドの方の、知的財産。これがね、こう、いわゆるお金になるのかなっていう感じ。それもするかな。で、もともとね、運がいい方。とても幸運体質だと思いますので、なんかね、全体的に見ても、こう、お金に困りそうっていうことはないです。ただ、儲け話と、ね、貯蓄がちょっと減ってしまうことっていうのは、1月と4月で気をつけてねって出てるんだけど、なんかね、それ以降、特に7月からがすごくいいよと。新しいことをやりたい方、新しい仕事を頑張りたい方、就活をしている人、本当に夏。なんかね、すごく大きな動き。そしてね、夏と秋ですね。ここにはね、なんかこう、自分が頑張りたいっていう思うところと、会社のご縁ができたりとかしていくのかなっていう、そういうポジティブなカードが出てるような気がします。はい、これが一番のゴールドの皆様です。なんかね、今回は本当に死と再生。何か新しい生まれ変わり、そういうもの、部署変更だったり、異動だったり、転勤だったり、転職だったり、新しく就職するっていうことも含めて、すごく大きな変化あるような気がします。はい、これが一番のゴールドの皆様です。よかったら参考にしてみてください。最後まで見ていただきまして、ありがとうございます。はい、じゃあ2番のピンクの皆様、お待たせしております。じゃあね、シャッフルはしてるんですけれども、再度シャッフルをしていきましょう。見ていきます。じゃあまずは1年の象徴カード。わあ、嬉しいですね。魚のカード、これお金です お金にすごくご縁のある1年になるのではないでしょうか。はい、そしてこれはね、10番目の部屋っていうところなんですけれども、これね、仕事のカードなんですよね。特に、まあ、仕事、自営業とかね、されてる方、もうなんかね、すごくこの1年、仕事運、金運、すごく良さそうですね。まあ、会社員の方は今の会社とすごくご縁が深いのかなっていうふうに感じられますし、あとは自営業の方もなんかね、もうすごい頑張っていけるような1年だと思います。はい、そしてここはね、自分の家とか表すんですけれども、ここにコウノトリのカードが出てます。まあ、子育て中の方、
もしかしたら多いのかもしれません。そして、はい、これはね、ご自分を表すところです。そこにネズミのカードが出てます。どっちかっていうとピンクのあのボトルさんは、なんていうのかな、お金を使っちゃうことの方が多いのかな。入ってくるけど使っちゃうみたいな、そういう感じがするかもしれません。はい、そしてこれはね、パートナー運っていうのを表すんですよね。自分のお客さんとか顧客っていうのを表すんですけれども、そこにフォックスのカードか、なるほど。そしてフォックスのカード、顧客のところにフォックス、そうですね。まずあの会社員の方であれば、ちょっとね、人間関係、なんていうのかな、ちょっとね、殺伐した感じっていうのが感じられるかな。あとは対お客さんとか、まあ、対顧客、対取引先っていうのも、あのなかなか手強い人が多いのかなっていう感じがいたします。なんかね、あんまり本音で話せないというかね。はい、そしてここ隠された部屋に花が出てます。社内恋愛とか秘密の恋愛をしている人がいるのかもしれません。はい、そして、はい、ここ2番目の部屋です。ここにリングが出てます。ここはね、自分の働いた分だけの収入っていうのを表すんですけれども、ここにリング、いいですね。なんかね、大きな契約が取れたりとか、あとは、まあ、自分のパートナーとか結婚相手っていう人もあのこうしっかり稼いでくれるっていう、そういうイメージがあるので、なんかダブルインカムなのかなっていう気もしますね。はい、金運いいですよ。そしてここは、はい、ここのね、3番目の部屋っていうのは、まあ、小旅行とか兄弟とかね、まあ、コミュニケーションっていうのを表す部屋です。まあ、ここがタワーなので、まあ、あのここは安定してるよと。で、時期で言ったらこれ7月なんですよね。なので7月は、まあ、本当に安定した1ヶ月になると思っていただいていいです。そして、はい、ここね、8番目の部屋、ここに手紙のカードが出てます。8番目の部屋はね、税金とか不労所得っていうのを表すので、なんかこう不労所得に関していい情報がいろいろ入ってくる可能性があるのかもしれません。そして、はい、ここね、5番目の部屋、恋愛を表すんだけれども、鎌が出てますね。ちょっとね、不穏なカード、恋愛とか、まあ、娯楽とかにもしかしたらね、トラブルが起こっちゃうかもとか、なんかね、突発的な、そうだな、やっぱり本当突然何か大きい出来事があるのかもしれないっていうのが、まあ、恋愛のところと、でもしかすると社内恋愛、秘密の恋愛をしている人がいるかもしれないからね、ちょっとそういう意味では、まあ、時期的には5月気をつけてた方がいいかなって感じ。はい、ここクロスが出ましたね。ここね、体調面とか健康を表すし、あとはご自分の雇用関係っていうのを表すんですよね。だからもしかするとこう周りの人がこういわゆる退職が続いたりとかする可能性あるのかな。時期で言ったら4、5、6、何か終わって始まる、終わって新しく飛び立つって出てるので、会社としてのご縁はね、私強いかなって思ったんだけれども、なんかね、6月はいいんだけど4、5って言うと何かね、ご自分の変化、大きな変化、あーそっか、あの移動とかね、それがね、ちょっと嬉しくない不本意な移動とか、そういうことがもしかしたらあるのかなっていう感じがするかもしれないですね。ちょっと4、5、6あたりね。そして、あ、ちょっと待ってください。はい、そしてこれが、はい、プライベートな友達運、ここにキーというカードが出てます。横のつながりとても良さそうですね。なんか人間関係、まあこれプライベートなんだけれども、とてもいいと思います。そして、はい、ここはね、海外を表したりするところ、そして時期で言ったら1月表します。ここにムチというカードが出たので、あー、なんかね、今ちょっとかなりハードワークに頑張ってらっしゃる方いるのかな。
疲れがね出てきそうなので、これは気をつけといてくださいね。そして、喧嘩とか口論とか争いっていうカードが出てるので、1月の会社の人間関係、ここは気をつけられといた方がいいかもしれません。そして2月、なんかね、転職情報なんかも含めて、なんかね、人とのコミュニケーションとか、こう嬉しい情報とか、そういうのがやってくる可能性があるよと。で、ただ、3、4、5っていうと、これはね、ちょっと時期的には不穏な時期です。人間関係がちょっとうまくいかないとか、騙されてしまうとか、この3月の投資話とか株っていうのは、あんまりおすすめしないです。そして、時期で言ったら3、4、5っていうのは、金運、仕事運が全体的にちょっとね、下がっちゃってる時期です。あまり新しいことをしたりとかしない方がいいかな。むしろね、動き出すのは6月って出てるんですよね。何かね、ご自分にとっての新しいスタート、そういう風に出てます。そして7月は、この動いたこととかも含めて、ようやく慣れてきた。そんな感じ。そして8月はリング。いろんな契約が取れたりとか、営業してる人とかはね、すごく嬉しい流れになってきそうです。ただ、9月、お金をちょっと使っちゃうかもしれません。あとは、ピンクの皆様自体が、なんかね、お金を浪費する傾向があるのかな？入ってくるけど出ちゃうのかなって感じがします。そして、10、11、12。これね、特に、創作活動とか、アーティスト系、あとは接客業をされてる方、なんかね、抜群の人気が、ピンクの皆様上がってくるんじゃないでしょうか。もうメキメキメキと上がってきます。このね、10、11、12っていうのが、この1年の中で特に一番いいですね。とてもいいです。で、1年を象徴するカードが、魚っていうカードが出たので、もうお金は本当に潤うと思います。で、潤うんだけれども、入ってくるお金、もうこれもね、とてもとてもいいです。で、いわゆる、不労所得、ここもなんかこう、考えようとしているというか、どうしようかな、みたいな感じで、今情報を集めているようなところかもしれません。そこはね、すごくいいし、仕事の流れもとてもいい。今の会社にご縁がある。ね、自営業の方もとてもいい仕事運と出てます。ただ、時期で言ったら3、4、5、そして9月。この時期は、なんかね、あんまり積極的に出ずに、どっちかっていうと現状維持の方がいいのかなっていう流れに見えました。これがね、2番のピンクの皆様です。でもね、ここで魚が出てるからね、いやもう金運はむちゃくちゃいいですよ。で、仕事運もむちゃくちゃいい。時期さえ間違わなければ、転職っていうのも大いに可能性あると思います。特にね、この秋、冬。ここがね、ほんとすごく華やかというか、いい流れになっていくような感じがしますので、すごくワクワクしますね。はい、これがピンクの皆様です。よかったら参考にしてみてください。最後まで見ていただきまして、ありがとうございます。はい、じゃあ3番のグリーンの皆様、お待たせしております。はい、じゃあ今ね、ルノルマンカードシャッフル中です。まあね、1年間の金運、財運ということを、と仕事運ということをしっかりと見ていきたいと思います。はい、じゃあ開いていきます。はい、1年を象徴するカード、クマです。これね、すっごく大きなお金、あとね、仕事っていうことを表すカードなので、あら、なんかとても順調なんじゃないでしょうか。そして、おお、これはね、仕事を表す部屋なんですね。10番目の部屋にクロスが出てます。もしかすると上司が変わったり、もしかするとグリーンの
ボトルさんの仕事が変わったりする可能性もあるかもしれません。はい、そしてこれはね、自分の家とか、を示すんですけれども、ユリというカード、なんかすごくこう、なんか恋愛としてもね、うまくいってるのかなとか、一緒にお相手様と住んでるのかなっていう、そういうカードが出ています。はい、そしてね、ご自分を表す一番目の部屋にクローバーが出てるので、はい、グリーンの皆様、もともととても幸運体質というか、運がすごくいい方なのかな。そして、はい、ここはね、7番目の部屋、パートナーとか、まあ、自分の顧客とか、まあ、対取引先とか、そういうところを表すんですけれども、鳥というカードが出てるので、なんかね、コミュニケーション上手にしっかり取れている、そういう感じがいたします。そして、はい、ここね、12番目の部屋、ここにハートのカードが出てます。ここはね、隠された物事と出ているので、もしかすると社内恋愛をしている人いるのかもしれません。はい、そしてね、ここね、2番目の部屋、ここはね、キーを表します。あ、お金を表します。これはズバリ自分が入って、はい、働いて入ってくるお金、ここにキーがあるからね、これウィッシュカードですから、いやー、今年金運とてもいいんじゃないでしょうか。はい、そしてここがね、3番目の部屋、まあ、コミュニケーションとか兄弟とかね、近距離旅行を表すんだけれども、かまっていうカードが出てるので、まずね、この1年、兄弟との関係に気をつけてた方がいいよっていうことと、あんまり国内旅行も時期を見たらいいかもしれないけど、なんかね、あんまりおすすめできないなって感じかな。そして、はい、ここはね、ここは8番目の部屋、まあ、不労所得っていうのを表すんですけれども、これね、働かなくて入ってくるお金、そこに星が出ましたので、宝くじとか、なんかすごいね、遺産とか、すごい大きなお金が入ってくるんじゃないでしょうか。はい、そしてここはね、まあ、5番目の部屋、恋愛とか、まあ、娯楽とか、子供のことを表すんですけれども、まあ、ここにね、まあ、コウノトリのカードが出てるので、もし、赤ちゃん、今ちょっと仕事とかのことで見てるんだけど、もし赤ちゃんが欲しいと思う方、もしかしたらね、ご縁があるかもしれません。そしてここがね、すごいですね。ここがね、6番目の部屋で、まあ、雇用とか健康面っていうのを表すんですけど、ここに魚のカード。いやいやいや、もういいですね。潤ってますねって感じです。で、健康面も、大丈夫だと思います。なんか伸び伸びと生き生きしているというふうに感じます。そして、はい、ここはプライベートな友達を表すところ、そこに、ね、この女性のカード、男性でも女性でもこれはあなたのことを示します。あなたが中心となって、なんかね、人間関係がどんどん広がっていくのかなっていう、そういうポジティブなカード。そして、はい、ここはね、海外を表すところ、まあ、ここに庭のカードが出てるので、今年ね、ちょっと行けるかどうかわかんないんだけど、国内旅行よりも海外の方がいいのかなって気がします。そして、入ってくるお金と、いわゆる入ってこない不労所得、これ両方いいぞと。そして、1年を象徴するカードがクマ、もうここね、クマとか魚っていうズバリお金を表すカードが出てるので、まずね、強烈にいい時期だと思います。ただ、仕事運が、ね、上司が変わったり、会社が変わったりする可能性あるのかなって感じがするんですよね。特に、まあ、2月、なんかね、夢が叶ったりするし、5月、なんかね、飛び立つとか、ね、新しく変化、そういう風なのも出てますし、7、8、9、なんかね、この時期も、なんかね、もしかすると、こういう仕事あるけど、とか、そういう感じで、こう、やりたかったことに、もしかしたら動いていく人もいるのかな、っていう感じがします。
そして時期で言っていきます。まずね、1月、庭というカード、これはね、人と人となんかね、つながっていくとか、そういうコミュニケーションを表すカードが出てるので、職場の人間関係とかもすごくいいんじゃないかなって感じで、2月、これ願いが叶うと出てるので、仕事上の願い、金運の願い、そういうことを考えられますので、ね、例えば就活をしてる人とかであれば、なんかね、憧れの企業っていうふうなことも考えられるし、もしかすると宝くじとか当たる人もいるかもしれません。で、3月、これもね、同じくコミュニケーション能力が高い時期、嬉しい情報とか入ってくるかもしれません。で、4月、魚のカード、もうこれズバリお金のカード、金運に恵まれております。そして5月、新しい旅立ち、移動、引っ越し、そういう可能性あるかもしれません。そして6月、今までこう頑張ってきたことが花開くっていう感じなので、もしかするとご自宅で何か自分のやりたいことを始める人もいるのかもしれません。そして7月、カマ、この時はね、そうね、ちょっとこう、この年内で気をつけてねっていうのが7月と12月なんですよね。だからこの時は本当に突然のトラブルとか、なんかね、そういう可能性、あとすっごい大きい借金しちゃうとかね、そういう感じでも気をつけてください。そして9、ね、8月、これキーというカードが出てるので、何かね、こう本当に自分がやりたいことに向かっての、なんていうのかな、登竜門というか、なんかね、そういう感じ、なんかこのね、星っていうところとすごく似てるなって感じがします。ここもね、願いが叶いそう。そして9月、特に9月の2日あたりかな、嬉しい情報入ってきそうだよと。で、10月ね、なんかこうハートですよ。なんかね、社内恋愛とか恋愛運がすごく良さそうな気がするんだけど、秘密の部屋に出ているので、ちょっと秘密の恋の暗示があるかもしれません。そして11月、はい、なんかね、あなたを中心に人間関係どんどん広がっていきそうです。そして12月、これがね、死と再生のカードが出てるので、新たなね、終わりと始まり、なんかね、そういう大きい変化があるのかなって感じがして、1年をトータルで見てもむちゃむちゃいいです。ただ気になるのが7月と12月だよと。で、特にいいのが2月、4月、8月、10月 このあたりが特に仕事運、金運良さそう、そういう感じが出ております。よかったら参考にしてみてください。最後まで見ていただきましてありがとうございます。